ばんは。9月の13日火曜日ですね。ではいただいてみましょうか。乾杯。ウォーウォー、生きてるのつらいね、生きてるって悲しいね、生きてるってさ、生きてるってさ、生きてるってさ、ビールが美味しいと。慣れましたね。で、糖分がほぼないと思うので、まあ、コーラも飲むとねすっきりして美味しいんですけど、まあ、これが一番いいかなという感じで、もう朝昼晩米を食わない生活を1ヶ月ぐらい続けてて、だいぶお腹がへっこんでですね、半月前ぐらいに体重上がったら67キロぐらいだったのが60キロぐらいに減ってたんでね、50キロ台ぐらいに減ってるかもしれないですね。やっぱり痩せてる方がっていうか太ってない方が、体の調子はいいですね。でまあ話は変わって、ちょっと曲を変えてみたんだけども、これはユーミンの水の影という、曲ですね。まあ、なかなか詩がですね良くて、出だしがですね、異国の遠い町でも風がのどかな隣町でも、風がのどかなで白い町とかいうので、ゴンドラ、もうこれでですね、私の解釈では、一体この曲はどこで作ったのかななんて想像したらですね、風オランダですね。で白い町、おそらくこれはモロッコとかそういうところの、カサブランカか、これは白い家というそうです。白い家ですね。でゴンドラはまあベニスとかですね、まあ、水の都パリ、水の都ベニスとか、ね、そんな感じであったと思うんで、おそらく西ヨーロッパというふうに私は想像してみました。とてもなんかね、日本でいてですね、なんかバタ臭いというか泥臭い中でこういった綺麗な曲はですね作れないんじゃないかなって、作詞でもねそうなんですけど、と私は思ったんですね。まあ位置関係、まあ、さっきパソコンで調べたんだけども、やっぱりそういう感じがするんですよね、どうも。風とかゴンドラとか白い町とか、日本にあんまり白い町ってないですよね。まあ共通するのはイタリアとかあっちの方でも取れるという黄河石っていうんですかね、この新島でも取れるらしくて、ということで耐火性があってですね丈夫だというね、そういう石が取れるということで、まあそれはあんまり関係ないんだけども、まあ、白い家というのはカサブランカのことではないかと。ひょっとしたら結構ね、新島本村とか行けば特に白い家があるので、ひょっとしたらユーミンが新島に来てこの曲を作ったのかなっていうのも、まあ
想像する部分、想像する分にはですね、ありえるのかななんていうふうにもこじつけで考えたりもしてみたんですけどね、まあとにかくそういうことでもう一回ですね書けようと思ってるんですけど、なんだろうなこれ、一回書けてしまうとですねなんかリセットしないと流れないんで、リピートでさっき録音したつもりなんですけど一回しかですね流れないんでちょっと残念だなっていう感じですけど、まあ1時間分ぐらいねこの水の影ですかね流してみたいなとも思うんですけどね、まあこれでおそらくこのコンデンサーマイクで拾うからいいかなとも思うんですけどね、まあいいや。でまたこのライブに戻るということで、どこだこれか、まあこれよりもこっちかな、あれ、あ YouTube の、あれ YouTube のこの画面がどっか行っちゃったな、ライブ配信中のあの画面がどっか行っちゃったんで大丈夫でしょうかね、撮れてるとは思うんですけどね、大丈夫っぽいですね、はい、もう10分も経過してしまいました。でさっきの話に戻ってこれを全部ひっくるめてですね、まあこの主人公は旅人なんだけどもやっぱり西ヨーロッパを旅しててですね、一体どこでオランダのですかねかゴンドラを見ながら人はみんなゴンドラにとかって言ってるのかわかんないですね。ただまあパリとかですねにいればですね、こっちがイタリアでこっちがモロッコでこっちがオランダだったりするんで、ひょっとしたらこのパリを中心にですねいろいろ旅をしていたのかなっていうふうに想像したりもしてるんですよね。まあ私は外国というか日本以外の領土で行ったことあるのはハワイだけなんで、まあ何とも言えないんですけどね、そんなことをこの曲を聴きながら考えてまして、でまあね人それぞれ生き方はあるとは思うんだけども、まあ例えば、仮名でですね血だって、またちーちゃんという人がいたとして、まあ、ちーちゃんは旅行が好きなんですね、やっぱり東南アジアとかですねあっちの方が特に好きらしくて、でやっぱりヨーロッパも行ったりするんだけども当然ね、まあ1年というかねこの生きていてその旅行に行くのが自分の人生みたいな目的みたいな部分もあるのかな、まああの物理的なね現実的な、旅ですかね、まあそれはそれでいいんだけども、私がこの曲を聴きながら思ったのはまあ、ちーちゃんもね幸せになってほしいんで、その現実的なリアルな旅じゃなくてですね、心の旅という視点でですね、ちょっと考えてみていただけたらいいかななんていうふうに思いましたね。えやっぱり物理的な旅行はただ行って美味しいもん食べて日本と違う雰囲気を味わってきてまた戻ってきましたってことなんだけど、まあ心の旅であればねどこにいたってできるわけだしということで、まさにこの曲ですよね、私はどこにいても同じ旅人ということでね、そういったですね、まあ優秀な方なんでねぜひともそういう感性をですね、思い出していただくか
気づいていただいてですね、今後ますます楽しい人生を過ごしていただけたらななんていうふうに思っております。はい、では今日はそういう話をしてになってしまってですね、終わってみたいと思います。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。いつかちーちゃんに怒られるんじゃねえかなと思うんですけど、まあそれはそれでね、なんかの変化のきっかけになればなというふうにも思っております。はい、では、皆様、皆様というか、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。まあね、ちょっと今日なんでこんなにやけてるかっていうとですね、非常に私の人生に、この先のね人生にとって、非常にまあ私としては、嬉しいですね、ニュースが入りまして、いやー本当に来年の3月までですね、楽しみだなという感じがするんですけど、まああんまり浮かれることなくね、逆に、まあできる限りのことをやってですね、プラスアルファ120だったところ150ぐらいやるつもりでね、一生懸命頑張ってですね、そういった浮かれた気持ちをですね、ちょっと抑えてみようかななんていうふうにも思っております。はい、まあ今日はねちーちゃんの話とかいろいろあっち行ったりこっち行ったりしてますけどね、まあたまにこう、曲を変えるっていうのも良かったのかもしれませんね。はい、ではお疲れ様でした。キャシャーンがやらねば誰がやる。